B2 についてなんですけどね。B2 って、まあ、根っこの意味としてはすることになっているっていう、意味を持ってます。不定詞なんでこれから先の話であるっていうことと、それに今 B 動詞がくっついてるんで、で意味としては、この5個ないしは6個頭文字を取って、あの業界の B2 とかって言われるんですけど、業界用語ってあのザギンとかね、普通に言えばいいのになんか、この表現を使う。この B2 っていうのはね、要はカッコつけた表現でございまして、義から見ていくんですけど、義務命令、助動詞的なことを言えば主義みたいなもんでね、借金はできるだけ早く返さなきゃいけません。よ、予定、会議は明日開かれることになっています。 Be going to でね、予定ってありましたけど、それをなんかちっちゃくしたみたいなね、イメージとしてはそういう感じです。運命、運命はね、このネバーと一緒に使うことが非常に多いですね。彼は二度と戻らなかった、死んだのかなんだか分かりませんけども、そういう運命だった。可能、キャンみたいなね。で、ほら、あの Be able to とかありましたよね。 Able to be to。 鍵は見つからなかった。意思、意図、昼までにそこに着きたいんだったら急いだ方がいいですよという文になってます。昼までにそこに着きたいなっていう気持ちっていうことですね。B2 見分け方なんですけど、一応の区別のつけ方っていうことで言いますと、はっきり分かるのは、まず可能、これについては受動態です、ここが後ろが受動態なんで、これはすぐ見分けがつくだろうと思います。で、否定文の時が多いです。絶対じゃないですけどね、可能はすぐに分かると思います。で、あとは運命もですね、運命は否定文でしか使わないです。だからこれも分かるかもしれない。で、あのネガティブな運命です、この運命っていうのは。予定の場合には大抵の場合、こう時を表す語が明日とか今夜とかそういうのが入ってたりするんで、予定っていうのはまあまあ分かりやすいかもしれません。意思、意図も割と、分かりやすい。なんでかというと、ほぼ 100% を if 説に入ってます。条件説に使うのが普通なんで、もし何々したいんだったらばみたいな感じで、なんでこの辺は分かりやすいかな。義務とかはまあ、これがあるから義務ですよみたいなことはちょっとないんですけど、今までのそのどれでもないから義務かなみたいな、そういう感じで区別することになるかなと思います。例えばどんな意味で使われてるのか答えなさいっていう問題が出ることはあります。その時ははっきりちゃんと分かるように、ね、なってますけど、ほら分子構文ってあったでしょ。分子構文もなんかいろんな意味があって、どれにしようかなみたいな、でもどれとも言いようがないっていう時はあるんですよ。はっきりこう区別がつかない時ある。義務なのか予定なのかわからないとかね、そういうことはまああるんですよ。あるもんだっていうことも覚えておいてください。そういうこともある。問題に出るとしたら、それはちゃんとはっきりわかるようなものが出るわけですけども、助動詞っぽいような雰囲気を持ってる。 Be going to、 義務命令だから should とか can とかね、 Be able to みたいな、意思とかだって will とかね、そういう風な雰囲気はあるんですね。で、まあ B2 で to の後ろは原型だしね。じゃあ B2 は助動詞みたいなもんなのかなって思っとくと、まあ分かりやすいけれども、実は根本的なその助動詞との違いとしましては、助動詞ってのは話し手の気持ちなんですよ。話し手の気持ちってことは主観的っていうことですね。だけども B2 っていうのは客観的なことなんです。こういうことになってます、日本人がよく得意とする、主語のない、そういう雰囲気を感じます。自分の意見はともかくこういうことになってます、こういうふうに決まってます、喋ってる人の気持ちっていうわけじゃないっていうことですね。だからこれは助動詞のくくりではなく、不定詞のくくりのところでこれをやるはずなんです。助動詞じゃないからですね。覚えとくといいですね。 Today I wanna be the light to lead you where you're gonna be Whatever you say You may feel like being alone But I can be the one you lean on now The world is yours